Hey everybody, the great Pikmin 679 here, and welcome to Let's Play Gotham Chronicles Luminous Avenger X. Although this is technically considered blind, I'm a huge fan of this series. Not the Gotham Chronicles, this is just the first game in that series is. Consider this like a spin-off to the Astral Strike of Gunforce series. Those Easter eggs that are in here, you don't have to play the first two games in the Astral Strike of Gunforce series to understand the plot to this one, because it's entirely different, and it's focusing around a character that was introduced in the first game and got more of a detailed explanation in the second game. Or you'll be missing out on some fancy Easter eggs. Also, this comes in multiple languages. Only these, though. So, it starts! Korewa, itsuka no mirai no, aru shimaguni no hanashi. Sekai wa, ino o yadoshi.高度に発達した新人類軍セプティマホルダーに支配されていた。わずかに残った異能を持たない旧人類はマイナーズと呼ばれる。人類進化推進機構スメラギによって見つかり次第殺処分される運命にあった。ここもだいぶ荒れ果ててるね。それでも比較的マシか。今まで見てきた場所よりかは、スメラギが管理する都市はあんなにきらびやかなのにね。ここにも生き残った人いるのかな。ねえアキラ君、敵だ。え、本当だ。セプティマの反応多数、熱源反応もあるし、スメラギの奴らかな。一般のホルダーはスメラギの管理区画から出たりはしない。こんな場所にいるのはスメラギの特殊部隊ぐらいなものか。どうするアキラ君。知れたことだ。行くぞルロ。オッケー、ミッション開始だね。そうだアキラ君、ミッション前に改めて確認しとくね。君の強化ジャケットにインストールされている特殊防御プログラムカゲロウ。カゲロウは敵の攻撃をオートで回避してくれるけど、エネルギー源のブリッツがなくなっちゃうと普通にダメージを受けちゃうから気をつけるんだよ。ブリッツはリロードすれば全回復するから、こまめなリロードを忘れないように。まあ逆に言っちゃえば、君はリロードさえしていればずーっと無敵ってことだね。リロードのAnd now we begin by grabbing a bonus. Okay.Hi. Hello. Oh, by the way. For those who have played the Assassin's Creed Strike of Gunfall game, this is a reference to Romeo. This guy's named Romeo.
and he only appears once. Really famous in Japan, though. So that's the thing. To go forward fast. There we go. Sure, yeah, aim the exact opposite way. Exactly what I wanted you to do. Money! Money's important at the time. Bye! Can sing my heart out. And now the guy is dead. Anyways, before we go, listen to the song! Luminous Prominence. The one song that we actually got from the recent Dust debut trailer in a very long time since we heard this is new. Alright, that was interesting. I don't trust myself. その姿、お前がイクス、マイナーズどもの希望を語る我らスメラギの旧敵か。他の者が俺をどう呼んでいるかなど知らんな。それよりも教えてもらおうか、バタフライエフェクトの所在を。待って、アキラ君、こいつのセプティマ反応ただものじゃないよ。変身してないのに抑制し以上だ。関係ない、相手が誰であろうと力ずくで聞き出すまでだ。我が名はブレイド、大いなるスメラギの意志に基づきイクス、その首切らせてもらう。行くぞ。甘い。ケア。出ないみたい。
その程度かいくつ、その首落とさせてもらうぞ。熱せよ。そんな、カゲロウを無効化するなんて。とどめだ。あ、アキラ君。なに、煙幕。今だよ、早く、こっちに。誰。いいから早く。行くぞロロ。ちょっと待ってよ。今の声、仲間が潜んでいたか。だがまだ遠くには。この気持ちの悪さはタイムリミットか。くそ、間が悪い。B-Wank, not bad for my sixth stage. Really not bad. ここは。はじめまして。ここはスラム街の地下に広がる秘密基地。おお、ちなみに私は琥珀って言います。この地下に住むマイナーズたちのまとめ役。まあ、お姉さんって感じかな。なあなあ、琥珀姉ちゃん、本当にこいつがあの白き鋼鉄のいくつなのか。鎧はかっけえけど、思ってたよりひょろっちいのな。もっと鬼強そうなのを想像してたぜ。ほら京太、イクスさんに失礼だろ。はじめまして、イクスさん。僕はジンって言います。こっちの子がマリア。マリア、外の見張りに行ってくるのです。おいマリア、一人で行くなって。ったく、あいつはしょうがねえな。When she feels like it。 俺も行ってくるよ。いくつの兄貴、後でロロ見せてくれよな。ちょっと二人とも。ああ、行っちゃったよ。すみません、いくつさん。みんな外の人に会うのは初めてなんで、緊張してるのかも。二人だけじゃ不安なんで、僕も見てきますね。コハクさん、ここの案内は頼みましたよ。おいさ、任された。イクスさんだって、アキラくん、なんか変な感じだね。ミスターイクス。それにしても白き鋼鉄のイクスか。あの噂、ここまで広まってたんだね。うん、闇ネットの書き込みで見たことあるよ。真っ白な鋼鉄鎧をまとって、いくつも。マークス、ジェネミス、ジェネックス。ものすっごく強い戦士の都市伝説。Interesting。希望の歌姫、ロロを引き連れて、マイナーズたちを助け歩く。私たちの希望。いやー、希望の歌姫なんて、照れるな。誰が吹聴しているのかは知らないが、俺はそこまで大層なものじゃない。そうかな。さっきの戦闘だって、スメラギのセプティマホルダーたち相手に一歩も引かなかった。そんなこと大人にだって無理だよ。だからきっとあなたは私たちマイナースの希望。少なくとも私はそう思う。勝手に思われても迷惑だが、大人か。姿が見えないが、ここに。私はもっといたんだけど、みんなスメラギに殺されちゃった。生き残ったのは私たちだけ。京太たちもああして明るく振る舞ってるけど、いつスメラギに殺されるか本当は不安でいっぱいなんだよ。だからそのずうずうしいかもしれないけど、できれば私たちと一緒にいてもらえたらな。そうか、この場所は連中にも見つかっていないんだな。うん、今のところはだけど。
活動拠点。活動拠点を提供してくれるなら、その間はお前たちを助ける。本当に？ありがとう。いいよ、ここでよかったらじゃんじゃん使って。いえい、交渉成立だね。何かしてほしいことがあったら言え。できる限りのことなら聞いてやる。キュラ君か。これからよろしくね。自分の家だと思ってくつろいでいいから。Oh yeah, because I purchased the game. I'm not ashamed to be having this the entire let's play. But then again, this is also really good, but you know.